おはようございます。横断歩道で子どもたちの登校を見守る竹山彩さん。今月から大分市の野津春校区で交通指導員として活動しています。暑さと思いながら命大切に交通安全をしたいっていうのが一番の思いです。竹山さんの息子和里くんは2016年自宅近くの農道で乗用車にはねられ亡くなりました。当時4歳でした。和里くんの妹光さんの小学校入学をきっかけに指導員を決意。事故の後先に活動を続ける夫の武さんとともに通学路で交通安全を呼びかけます。とても心強く思っております。はい、事故ゼロを目指していきたいなと思っているので一緒に頑張っていければなというふうに思っております。大分市役所で今日交通指導員の委嘱状を受け取った竹山さんは活動への思いを強くしました。どんなちっちゃいことからでもコツコツと積み上げて私たち家族のような悲しい思いをしない世の中にしたい。悲惨な交通事故を一件でも減らすため竹山さんはこれから街頭で子どもたちを見守ります。